こんにちは、高畑咲。高畑康。夫婦で今から家出をします。出て行きます。二度と帰ってきません。子供を置いて父親母親が家出をすることがそんなに悪いことなのでしょうか。日々大変で、夫は設備工会社員、私は荒木商事の共働き夫婦です。むちゃくちゃ頑張ってるこの動画に高評価よろしくお願いします。息子の寮は銀行に就職が決まっていて、年内で YouTube を引退します。それを引き止めようとしても何にも言うことも聞いてくれないし、もういい加減自分のことは自分でできる年頃なのに、炊事洗濯買い物全て私に任せっきりで、家のことは何もせずなのです。あいつ就職するとか言うとなんも家のことせんがい。部屋はくちゃくちゃやし、パンツ脱ぎっぱなしやし、お前服こんなし置きっぱなしやし、もうあいつ言うこと聞かんし出ていくぞ。もう一緒に出てく、出てこ。結婚してもう25年経つけど、もう子供たちはもう立派な大人や。寮も前も好き勝手なことばっかりしとるし、特に寮な、私もあの子らと住めんし、やすし、このうちから出てこ。息子と一緒になったところに住みたくない。ある程度大人になればここまで育ててくれた親に感謝の気持ちが湧いてくるのも当然だし、少しでも感謝の気持ちがあれば態度にも言動にも現れてくれると思うのですが、とにかく家のことに全く協力なし、もっと情けなくなる。我慢の限界で息子のことが大嫌いになりました。自分の息子はこんなに嫌いになると思うんだ。もうどっか行ってしまえ。よく寮のこと育ててくれたな。あんたパチンコばっかり行って全然面倒見てくれんかったんや。私一人で見とってんよ。お風呂だって一人で入れとってんよ。そら誰も手伝ってくれんかったんよ。公園とか行っとったやん、ちゃんと。大きくなってからな。何度 YouTube を卒業するなって言っても全然聞き入れてくれない。最近仕事が落ち着いてきたので家出して、これから外泊して生活したいんですよ。許されないでしょうか。子供を置いて家出することについて検索すると、子供に罪はないから連れて行きなよっていう意見もあるんですが、置いてくとか連れてくとかの問題じゃないです。桐崎英二の顔も声も聞くのめっちゃくちゃ辛いんですよ。欲を言うなら家を出て毎日8時間ぐらいぐっすり寝たいな。今週の睡眠時間合計しても8時間も寝ていません。もう死にたいです。出てっていいよね。このままずっと一緒に暮らしてたら私本部に抱っこで不安。私がやっぱこの家から出てくしかない。やすし置いていくわけにもいかない。だからやすしは道連れ、うん、私と一緒に出てくよ。うん、行こう行こう。俺はお前がおらんとダメや。私もやすしがおらんとダメね、うん、あ、家出の前に小室さん300万でおめでとうございます。おめでとうございます。応援してたよ。応援してねえけどな、お前ら。ふざけんな、うちのチャンネル抜くな。息子なりに苦しんで悩んであがいて YouTube をやめることを決断したんですけど、気に食わなくて急に思いついたり発言した行動ではないというのは分かってるけれども、認めてあげることが大切だと分かってるんですが、できるだけ否定したい。出てくる。今から荷物まとめて出て行きます。出て行きます。やすし、今からこのキャラケースの中に荷物全部かっつめるよ。ああ、お前のピンクブラジャーは好きねんで、あれ持ってけば。パッキング開始。やすし、何から持ってけばいい。ブラジャー、自分の下着ばっかりやんけ。当たり前やね、私の大事な下着やもん。お金、うちらお金なかったら二人で暮らしてけんやん。おい、どこにある。お金あるからこれ持ってこ、うん、この風呂敷の中には私やすしの全財産1000万入ってるから、これ全部本物。これでしばらく暮らそう。お金ないと生きてけんからね。俺あれば何でもできる。俺この家庭でキャバクラ行ってくるわ。私というもんもありながらキャバクラ行くんだよ。ああ、おかしいやろそれ。一緒に行こうぜキャバクラ。まあ行ってもいいけど、楽しそうやしな。私の荷物はもう完了したから、あとやすしやよ。家出で肝心なのはお金ね。お金があれば何とでもなるんや。寮の金の再生ボタンも出て死者で売ろう。あ、なんか折れるかね。売れるわ。いや、さらお前どんだけの価値あると思って。いやいやいや、ないって。もうあいつにはもう価値ないもん。だって YouTube もやめるげんよ。メルカリで金の再生ボタン転売するぞ。いくらになると思う。500円かな。金の再生ボタン長入れるぞ。これ金の再生ボタンやろ。すっげえ価値あるんぞお前。これすっごいねんぞ。じゃあいくらになるかね。これは高いと思う。じゃあこれも持ってこ。絶対手に入ることないから。あっぽて。ほら、金の再生ボタンきっちり入る。あいつ YouTube やめれんったらこれ全部いらんやろ。いらんいらん。俺の大事な YouTuber の細胞必要だって。ヒカキンさんとかのこの金の再生ボタン絶対今の YouTuber もらえんから。なんでよ。この重いやつ。いや、みんな薄っぺらい、なんかもっと綺麗なちっちゃい金のトレになったね。じゃあこれすっごい価値あるんやぜ。俺 YouTuber のサイン全部取りに行くわ。早く取りに来て。早く取りに来たら寮の前帰ってくるし。これヒカキンさんのサインや。持ってくぞ。 YouTube 界のレジェンド。これ神様のサインやぞ。こうなったらあれはヒカキンさんとコラボしてるぞ。キリナキの親父、お前らより早くヒカキンさんとお会いしてるんだ。ってことはだよ、俺の勝ちだ。革命は起こせねえぞ。このキリナキの親父を殺してみろ。かかってこいや。すみません。よし、これ車に積んで家出するぞ。よし、早く行って。うわ、寮帰ってくる。怖いね、安い地区だ。嫌ねんだ、帰ろ。でも明日から雪降るって知っとる。知っとるわよ。お前寒い、コンパ来とるぞ、お前。でもこんな寒い時出てくるのちょっと嫌やね。タイヤ変えてんのな。変えたよ。25年間住んでた石川県金山市のこの家を売却しました。この家はもう私らには必要ありません。そして YouTube をやめるって言ったあの子にはこの家は必要ありません。名残惜しいわ、この家。もう売るけどしゃあない。生まれてきてからずっとここに住んでたもんね。この土地離れるのちょっと寂しいよね。あ、寂しいわ。私はまだ25年間やし半分やし、やすしの半分しか住んどらんから気持ちも心残りも半分やけど、やすしにしたら多分すっごい寂しいと思うよ。わかるけど私についてきて、うん、まさかこの家を2人で出るとは思わんかった。まあいいやん。でも2人は別れてないやし、一緒やから。あ、
忘れもした。離婚届忘れた。いらんてそんなもん。いるって。なんで一緒にすぐ何離婚届いるの。もしかして何あるかわからんや。今すぐ持ってくるね。おかしいっていらんて。あのパパ頭おかしいやろ。男は時計、女は愛嬌。お前はヒンドゥー教か。マジであいつ離婚届持ってきた。頭やろ。コピーした最後の一枚。先行くぞ。二人で生きてくよ。小学生いっぱい見とる。恥ずかしい。家出のシーン見られるってちょっと恥ずかしいです。なんかもう子供たちも大きくなってんし、二人での時間大事にしんけ。もう私ら子育てもう終了や。どっか素敵なマンションにでも住むか、1000万も持ってきたし。で、老後ゆっくり過ごそう。公園行ってちょっと滑り台やって気晴らしようや。やすし、私離婚届持ってきたけどどうする？私らあと30年40年って一緒に暮らせるけ。うん、暮らせるやろ。私すっげえもうきついげんけど、マジで。だけど私会社員続くと思わんげん、まず。いや、俺もうちょっと不安でしゃあねえわ。私らも何も聞かされてなくて。あら、びっくりした。いきなりガチャしね。そう、いきなり何を言うとるんかなと思って、もう嘘やろ言ったら嘘じゃねえっつって、はっみたいな。こうやって辞めるとか言いながら、この引退に近づいたら、やっぱり辞めたって言うと思って、やっぱ YouTube 好きやしって。全然気持ち変わらんよ。いや、ちょっとこれ撮った方がいいんじゃない？これどういうことですか、これ。何これ、どういうこと、あ、やべ。なんそう。どれ何これ。これ撮っても大丈夫なんかな。いや、撮ったらまずいかもしれんけど、お前 YouTuber だろ。売物件お気軽にお問い合わせください。石川県金山市6番地高畑駅。電話番号まで書いてある。これ売られたんすか、うち。売り出してるってことだよな。また売り物件になってるから。待って、いきなりすぎてマジで本当に動揺してる俺。いや、俺もだよ。ドッキリじゃない。今年の3月に妹がドッキリしてたんですよ。あ、それの看板残ってるだけじゃないの。いや、でも電話番号が全く違ってるから。なんでこの玄関先に置いてんの。分からないっす。あ、でも昨日の夜ため息がさ、10分に1回なんだけど、いつも3分に1回になってた。カップラーメンのスポーツ速度。社長、セクハラでもしたんじゃないですか。俺するわけねえだろお前、あんなババアに。でもお母さんにストレス与えるなら俺か前か社長しかいないんすよ。俺は与えない。癒ししか求めないからさ。だってブラック企業じゃないですか。ブラック企業だけど愛はあるんだよ。あ、そうなんですか。でもホワイト企業で給料が安いよりもブラック企業で僕給料高い方が好きなんですよね。だろ。あ、でもドアちょっと開いてません。ちょっと1ミリぐらい。あ、開けてました。とりあえず恥ずかしいから隠そうぜ。ちょ、マジで本当近所迷惑になりますねこれ。だって小学生見てるじゃんほら。これ1ミリドア開いてるんですよ、ちょっとだけ。はい、鍵閉め忘れてんじゃねこれ。ただいまやっしー、前一言も何も聞こえん。ちょっとほんまに家出したんじゃないの。コール&レスポンスがない。一回心中したとか、親父が頭おかしくなってふざけんな、もうダメなんてとか言って殺したとか。おかん、最近そんなニュース多いよな。え、待ってください、めっちゃガサっとる形跡があります。タンス開いてるな。4人間ない。もしかして泥棒入って居直り強盗になったとか。どっか縛られてる可能性あるぞ。1000万円入っとったバッグじゃないけ。こんなミカサのこのナイロンのバッグに1000万入れてたん。タンスに隠してるんですよ、いつも。今気になったんですけど、荒木社長専用のトイレがありますよ。これは俺の宝物。いつもお母さんがこれ洗いに帰ってんだよね。社長のトイレいつもお母さんが洗ってるんですか。そうだよ。だってこれ流れないもん。社長のケツまずここにはまるんですか。はまるわ。俺ケツプリッとしてるもん。ちっちゃいよ。他の社員に使わせたらさ、バイキンつくじゃん。社長本当何も知らないですか。これ知っとるわけねえだろうよ。あなたが犯人の気がして。だって一緒に来たじゃん。だってなんか変なピーナッツばっかり言うじゃないですか。いや、変なピーナッツは言わされてんだよ。ドピってなんなんですか。ドピってお前勢いよく出るってことだよ。あ、そうですか。もう一回リビング物色しましょう。何か手がかりあるはずですよ。なんかめっちゃ三脚とか置いてある。なんか撮影撮ったんじゃない。え、待って、なんか紙置いてありますよ。ヨーマイエ、この CD の映像見てください。父母よりすぐ再生しましょう。ヨーマイエ、パパとママはこの家からもう出ていきます。あなたたちはもうさよ。もういやいや、出てきたい。もう十分やね。親としての責任を果たしたよね。りょうが YouTube 辞めたからにはこの家にいる必要がありません。私はりょうが YouTube 続けてる姿がすごい好きで、私とやすしが反対しても辞めるって言ったよ。りょうもこれからゆっくり二人で暮らしていこう、うん、父と母がいなくても立派に生きていってください。じゃあな、りょうまい。ってことはどういうことですか。こいつら家出したんじゃないの。最近確かに皿洗いとか洗濯の手伝いしてなかったんですよ。めちゃくちゃ自立してほしいんじゃないの。まあ今は前いないけど、大学のゼミの合宿に行っててずっと帰ってきてないんですよ。今2日間おかんが一人で出てくるなら分かるんですよ。親父に愛想つかして。なるほど。二人で同時に家出するってないんですよ今まで。てかまずこれ動画にしていいんですかね。世に放ったらダメだなと思えば消せ。ちょっとウームに確認してから公開します。うん、事務所に確認だな。まだ人の気配すんだよ。匂いが残ってる。だから近くでなんかババ臭くないだって。なんかカレー臭しますよね。そうそう、めちゃくちゃ。だからあいつら二人カレー臭すごいじゃん。これ社長の匂いじゃないですか。俺はまあプンプンいい匂いしてんだろお前。グッドスマイル。イブサンローラン。絶対社長もあのババになんかしたやろ。お前カメラ撮っとるよりも探すぞ。パワハラしたんじゃないですか。パワハラいつもしてるけどそんなの大したことないよ。巻き割らしたりしてるじゃないですか普通の仕事中に。だってあいつ巻き割りしかできないんだぜ。とりあえず今公園に来ました。やすしと一緒にちょっと楽しみたいと思います。やっと家を出て亮と前のことは考えなくてよくなったので今から遊びたい。やすし行くよ。見とってや。行け。せーの。どうしよう、私ら離婚するつもりじゃなかったっけ。こんな仲良く遊んどってもいいんかな。うわー、ということすぎる。気持ちいいですわ。童心に戻った気持ちやった。気持ちいいですわ。いいやん、ここ。あ、ここいいな。ここです。
痛い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 っすね。しかもびちゃびちゃになった雨に濡れてねえびちゃびちゃのお尻やや、ね、なんで今押した、押したんじゃねえって、押したってくっつこうと思ったらなんかうやーってなってんねん、もう離婚や、あもう私声出すよ、やすしやすしと離婚してやる、りょうなんで YouTube やめるんや、お前なんて社会人として通用するわけないやろ、久々にだるまさん転んだしようや、動いたらダメよ、どっちじゃんけんして動いたら死ぬってルールね、なやそれお前、じゃあ鬼どっちか決めよう、じゃんけんぽん勝った、じゃあ私鬼ね、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、いや動いたって、じゃあ射殺よ射殺、ぷぷぷぷぷぷ、ひどいわ、動いてねえじゃん、とにかくすぐに見つけましょう、多分近くにいるはずです、匂いは感じたんですよね、1時間も経ってないと思うんだよ、獣臭みたいな匂いしてた、なんか油の腐ったような匂いやから、とりあえず町内全部探し回ってホテルとか漫画喫茶探すしかないですよね、あの二人離婚する離婚するって言ってたのになんで仲良くなったんですかね、共通の敵が現れると味方になるんだよね、味方の味方敵って言いますもんね、そうだよ、まさか自分の会社の社長を巻き込んでるとは思ってないでしょ、そうだよお前、いつも俺来る時こんなトラブルばっかじゃない、どうなってんのお前んち、もうこんな気違いのうちないよ、もうカルチャン集団、カルチャンじゃないの本当に、宗教やってね、なんでこんなことばっか起きんのよ、お母さんに何で巻き割りさせてるんですか、だからあいつ巻き割りしかできねえって、そういう扱いが多分お母さんの心に響いてたんじゃないですか、いやいやいや、もう長年いろんな仕事させてきて最終的にお前巻き割りしかできねえってなったの、だから仕方ないことなんだよ、俺みたいにプレゼンの資料作らせればいいじゃないですか、お母さんに、あんなババにできるわけねえだろうよ、だってあいつコピー1枚も取れないんだぜ、コンピューターの機械使えないんですか、そうコンピューターからさ紙を出力することもできないの、こうやんじゃん、あそこにさ雨宿りできるようなアスレチックとかあるから、ああいうとこにいるんじゃない、あんな老夫婦の年寄りで行きますか、雨降ってきたじゃん、これどうやって防ぐかってなったらどっか屋根の下じゃん、これだったら公園行くんだ、じゃあ行きましょう、でっかいアスレチックの公園に到着したんですけど見当たりませんね、誰もどこにもいねえ、俺息やれてきたぞ、こういう雨の日は指紋とかも残らないんで事件が起きやすいんですよね、この中にいてもいてもおかしくないですよね、ただで寝泊まりできるんですから屋根の下で、こことか雨宿りできるじゃん、めちゃくちゃもう雨がやばい、なんか置いたぞ、まあ、とかお母さんのバッグじゃない、バッグやってこれ、お母さんのバッグや、あほんまや、近くにおるんじゃないの、サクさんお前給料上げてあるから早く戻ってこい、でもこれお母さんのバッグですね、ここにいたっていう形跡ですもんね、お母さんババ臭い、気をつけてください、僕たちはフィッシャーズじゃないんでシルクロードさんじゃないんで、やばいなこれ、絶対いたんですよここに、とりあえずもう車戻ろうぜ、あ一人だけせこい、サクさん今年でいくつですか、もうすぐ50、やすし、なんなら今日バス停に泊まるか、昔バス停で一泊っていう動画寮出しとったよ、寮ができてんし私らもできるって、こんなとこで寝とったらみんなに見られるやろ、車いっぱいやし無理やろ、迷惑やん、行くぞよ、さっきから何遍もお母さんに電話をかけてるんですけど一向に出ないんですよ、お前の電話無理やん、俺の電話も出ないの、社長の電話も出ないんすか、出ない、ってことは業務連絡もできないじゃないですか、できないできない、一緒におるって分かってて電話取らないっていうケースもない、ここまで出ないってヤバくないですか、ヤバいな、もうしょうがないんで今電話ボックス見つけたんで電話ボックスでかけたら非通知電話になると思う、10円玉でかけていきます、お母さんの電話に、あ、出た、出るやんけ、何回もかけてきて何やんか、お前今どこにおるの、何で言わねえって言いに来てんか、 CD 見んかって置いてったやろ、忘れ物にお気をつけください、うるせえんてやクソ電話、いやだってんでも両も YouTube やめるし一緒におるに見ないなと思って、あとあんた YouTube 引退するんやろ、おたもお母さんとお父さん関係ないやんかと、どんだけの人に迷惑かけてるか分かってる、社長もおるねえよ、社長関係ない、いや、サクさんさ、お前、ええ年したお前、家出っちゅうのはないやろうよ。だって私、いつまでだってもあの家におったら稼ぐですよ。でも、明日からどうすんの、仕事は。仕事は私、明日から当分行きません。いや、そ、困るよ。それ困るよ、お前、巻き割り途中だろうよ。いや、私、雪いっぱい残ってるんですよ。だから、お前、明日から雪降るんだぞ、お前。巻き割り途中にしてどうすんの、お前。巻き割りって何ですか、私、この数年間、ずっと巻き割りばっかりしてるんですよ、仕事で。だって、お前、それしかできないだろう。いや、バカにしてないけど、バカバカ言うな、なんやその口の利き方は、私のことバカにしとるかもや、バカにしとるかもしれんけどな、今俺一生懸命探してんねんで、お前のこと30年間の付き合いで、それは話や、場所教えてくれんお母さん、半日ずっと探しとるんや、あんたらが家出して、だって見つかったら家に連れ戻されるんやろ、いや違う、もっと冷静に話しようっていう話よ、何言うとる、お母さんと離婚沙汰やっとるのに、なんで今日二人でおれんて、今は結託しとるんや、そうじゃ、引退やめろって言ったり、それも言うこと聞いてくれんし、価値も二つも手伝ってくれんし、もういいんだって、て
か、あんた公園にバッグ忘れてっとったよ。俺ら公園まで行ってんぞ。マジ？ホテルあるの？じゃあごめん、財布入ったら返して。返してほしかったら場所教えるや。財布以外にお金持ってきてから。1000万持ってったらてか、お前。だったら私が稼いだお金や。ちげえって、 YouTube の広告収益やって。この年で顔晒して、初晒して、シミもシワも晒して、誰も愛しとると思って。あんたは先があって今から働いて稼いできるかもしれんけど、お母さんはもう先がないや。働きのうちもないや。あんたはもう二度とかけてこんといて、公衆電話も取らんからな。ダメ、あいつも言うこと聞いてくれ。もうここしかないな。事件事故110にかけるってことですか。110にかけた方がいいんだな。これでもいいんだ。災害時かもしれない。お前ち災害だろ。毎日地震噴火毎日起きてんじゃん。お前ちな、なんかないのこれ。 GPS とかつけてないの。待って、位置情報オンにしちゃうわ。あの人確か携帯そんなのあるんだったらすぐ見つかんじゃん。 iPhone を探せるお母さんのアップライト言ってばいいがや。そしたらあの人の場所わかるわ。ほんまや。なんでそんな簡単なこと気づかんねんの。あの人ゼンリーはやってないし、人を探すとか普通にできるわけよ。あの人アホやな。多分バカやからババやし、分からんねんの。ババアババア、そんなわからん。 iPhone を探すオンにしてあるんで、お母さん絶対に。だから ID をあの人の打ち込めば絶対に探すことができるはず。あ、出てきた。漫画喫茶です。ここから割と近いんじゃないの。快活に言います。行こう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 。ってことで、ね、漫画喫茶に逃げ込んできました。ちょっとやさしい、こんなとこまで来てまで、コムドットなんで見んの。見たいもん。なんでこんなとこ来てまでコムドット見るもん。俺好きやもん、ヤマト。桐沢英二見ればいいやん。桐沢英二なんて思うねって。もうちょっとで300万人いるぞ。ヤマト考えな。え、泣いとるよヤマト。俺応援してるぞヤマト。あー、むぎり。俺も100万人行った時に泣いた。行く行く。あ、行っダメ、今日ヤマト。ねえねえ、あの緑色の服着てる子誰よ。知らんよ。何の子。これアムギリやったっけ。これアムギリで、これがユータで、これヤマトで、これマネージャーで、これ誰や、知らん人。ヤマト来とるからいいやんけ。ヤマトかっこいい。やすし、ヤマトのことどんだけ愛しとるの。好きや、愛してる。こんなイケメン、高身長、185センチやろ。そうだろう。量と一緒やぞ。渡辺真帆以来の YouTube の推しや、俺は、ヤマト。やすし、もしかして、男好きやろ。そうや、バレたけ。だから私のこと大事にできんやん。そう、俺実はゲイねんって。ごめん、バレたけ。切ったほら307万。うわすっげえ、うちチャンネルぶち抜かれるよ。来年400万人いきます。まあ1000万は無理やと思うけど、500はいく。スーパーチャット、スーパーチャー送るな。最大年の5万円分これで送る。やすし、私の誕生日プレゼントもくれんくせにコムドットに5万も払うの。あ、スーパーチャット、あ、いったいった、俺のいったよ。この二人誰。なんか平成ドフラミンゴっていう人おらんだけど、ドフラミンゴやったっけ。ちょっと待って、それ私のアイスや。うまっ。え、何入っとると思う。分からん。一回クマ入っとくかもしれない。クマ、ぬいぐるみとか。リョウト同級生やろ。23歳。全然大違いやな。まず顔が違う。大人や。ここに女のデリバリー呼ぶぞ。私おる前に女呼ぶぞ。たまにはいいね、二人でこうやって泊まるのも。私あんたとやっぱり離婚したくなってきた。おい、コンピューターつけたままにするんか。お前ずっと見とれよ。ダメやって。おい、ヤマト助けてくれ。社長、あのお母さんとお父さんじゃないですか。え、どれどれ。中にいるじゃないですか。お母さんとお父さん。おい、お前ら何しとれてや。おい、待ってや。開けるや。どこ行くんや、お前ら。内緒。俺らどだけ探さと思っとんげんて。勝手に探してるだけやん。はや、子供置いて家出とか白状のやつれんて。お前なんて。私家政婦もしたくないし、巻き割りもしたくないや。待てや。いや、ババ今位置情報で見ました。俺とお前が借りてる新居にいますわ。ただ欠点なのが、俺鍵持ってないんですよ。あの人多分鍵とか全部回収して家で出たんですよ。マジかよ。俺ひらめきました。配送員とか宅急便と偽って入りませんか。え、でもお前の声だとバレるから、俺の声で行けばいいんじゃない。鼻つまんでカメラ隠して高い声出せば多分バレないと思います。社長の声だったら。リオとマイが借りてる新居に着きました。マンションの鍵全部持ってきてて、あいつら来ても絶対入れません。早く上がって隔離生活するよ。こんなに荷物持ってきたら思ったより苦しい。あー、やっと部屋着いた。ということで引っ越しが完了しました。やすし、やっと二人きりになれたね。もう鍵も全部持ってきたし、あいつら絶対入れんし。絶対入れんし、もし来たとしてもうちどんにすれば絶対入れんし。いや、でもその前に入れんよ。キャバ嬢読んだら本当離婚やからね。呼ばないって。そもう50過ぎのおじじが、そんな若い女の子に興味持ったらダメやって。ちゃんに夫婦で過ごそうぜ、仲良く。今まで子育てとかで忙しかったやん。はっきり言って私らのもう老後っていうか、今からのこれからの人生ゆっくり過ごすには、ここの場所が一番。俺と前が行き来してる新居の部屋に明かりがついていました。ということはお父さんとお母さんがいるということです。このレンズはこうやって隠します。何かの不具合で隠れてると、あのババアとジジイは錯覚するはずです。じゃあ俺がちょっと鼻つまんで声変えればいいんだな。なりましたよ。さて、はい、夫請求便です。荷物を届けに来ました。あ、また寮なんか買ったんやわ。何や、夫請求便。何の宅配ですか。おもちゃですね。おもちゃ。はい。あいつ23にもなって、またおもちゃ買ったらな。あんたお品大事ですね。等身大フィギュアと書いてありますね。すいません、今開けますのですぐ持ってきてください。はい、はい、夫請求便引っかかりやがった。あいつアホやな。夫請求便って引っかかったね。すぐ隠せよ。夫請求便田中です。はい、今開けます。目がやばいっすよ。前から。しょうめ
めちゃめちゃる。ちょっと待って、何の音だ。ふざけんなよお前。オットセイケビンちゃったよ。俺と前のお前新居こんな風に使いやがって、そして入れしやがって、俺らを捨ててふざけんじゃねえよ。1000万返せ。1000万私のもんやわ。社長の声だったんですか。お前ら、お前なんで勝手に入ってきてん。だってオットセイケビンって言っとったよ。社長、等身大フィギュア。どうもこんにちは、等身大フィギュアです。今日半日以上探したんだぜ。社長に関係ないじゃないですか。ずっとストーカーみたいについてきて気持ち悪いな。ねえ、そこまでお母さんとお父さんのこと大事？なんで家出するんかそうやって。家に戻ってきて前ゼミの合宿行っとって全然このこと知らんげんよ。とりあえず二人で手を取り合って生きてかんか。私はやすしと一緒にここに住むから。それはよくないな。オットセイ急便の田中からすると二人は帰った方がいいんだよ。で、手切れ金として1000万もらったから。はい、1000万返せ。この1000万は私のもの。どんだけあんたの動画に協力してきたと思って。この400万は俺もらうわ。なんでいいねん。ちょっとオットセイ急便の方にもちょっと寄付をお願いできませんかね。社長、私この際言っていいですか。私30年間の鬱憤今話していいですか。このクソじじ裏切りやがって。クソじじ裏切ってばっかりや。私のことなんだこの野郎、オットセイの野郎。30年間ずーっと言いたかったことがいっぱいある。言うてみんかい。こら、世の中のみんなに言っちゃっていいよ。子供で言っていい。言っていいよ。このホモチンプレイ男が。ホモチン巻き割らしてんじゃん。放置してないじゃん。放置してるじゃないですか。私ずっと朝から晩まで会社の外で倉庫で巻き割りしてるんですよ。その間一つも私に声かけてくれないじゃないですか。いや、かけてるよ。かけてない。かけてるって。新しく社員で入ったあの若い女の子にばっかり声かけてるじゃないですか。それ言うなよ、カメラ撮ってんのに。いやいや、カメラの前やから言うんですよ。いや、若い子は今から育てるわけだから。あなた教育者ももう無理じゃん。巻き運びに移すから。だから私その外の土仕事嫌なんですよ。年なのに今から冬で寒くなるじゃないですか。汚い、きつい、給料安い仕事しなきゃいけないですか。他の仕事行っても何できる。心遣い。私もういい、巻き割りしたくないから。もういい。あんた何取ったらげんって。こんなとこ頼んでいいやろ。退職届出すから。戻ってきてくれん理由社長にもあったんじゃないですか。え、俺のせいだったん。暑っ。私ちょっとヒートアップして暑くなってきた。あ、そう。やすし、何あんた携帯触ってるの。なあ、無関心か。お前も放置プレイか。じゃあ言っていい、私ここに一人で住むわ。何のお前、俺と一緒に共に会うゆむっつったやん。え、ちょっと待って、今社長に責められとる時にあなた一つも助けてくれんかったよ。これ持って違うとこ住む。待てにまた一人出てこうとする。そうやって一人出てこ。俺はさっきと一緒の看護家入ると決めとるもん。ね、同じ看護家入るってことは一緒の日に死ぬってことやろ。そうだ。無理。分からんよ。1回目に言ってもあなたと一緒のお墓には入りたくございません。私は海に散骨してください。じゃあいい、私一人でどっか。だからそれで金とさ、お金なかったら私立ってください。このパパ一人で。じゃあ俺らの家事は自分ならするってもう決めたって。でもあんたがそれ改善してもこの社長のおるげん。なんで社長1000万持てるんですか。いやいや、私の1000万やって。手切れ金やって俺の。誰、私が手切れ金やって。じゃあ私の退職金これ。こんなおばちゃんずっとやっとってるね。毎日うるさかったんだよ俺。耳おかしくなったの。だから団長になっちゃったの。だからだからその保険。外に追いやって巻き割りしかさせてくれ。そうだよ、お前事務所の中うるせえんだもん。ごめん、私辞めるんで。これ私だめ。ほら、俺手切れ金。なんで私のお金持ってく。いや、これだって1000万大事じゃん俺。いやいや、私のお金ですよ。耳直したいんだもん。だって耳なんて100円で治る。100円。ガチャガチャみたいなやつ。おいおい、俺の耳前100円のガチャガチャかよお前。こんなの取り替えるわけないだろう。それガチャガチャに申し訳ないじゃないですか。何やと。会社でも家でもかっこき使われ、あげくの果てに選挙カーやろ。ちょっとね、ババ臭い。いやもう、ちょっと何言います。とりあえず中入って。本当持ってますね。本当にこの1000万だけちょっと俺預かる。いやいや、これ私の。本当に中入って。これ全部晒すことになるよまた。うん、ちゅうかお前 YouTube やめるげんの。あ、そうや。別にいいよ、もうこれで最後ならいいよ。別に勝手に晒せや。あ、だから、うん、じゃあそのお金といてくれ。あ、じゃあ家出てくって。だから家出てかんといて。何するのなのか。じゃあちゃんと家事する。家事するって。やっぱ舞と亮のことも考えてね、うち帰ろうや。やっぱりやすしと一緒にいたくない。私と一緒に話そうってそうなったやん。出てくって。でも一緒におろうやな。家出してんし、別に家帰っても一緒におろうや。一緒におるけど、私もう家事もしたくないもん。家政婦パパは嫌ねんって。お願い、追ってほしい。一緒に、いやいや、マイとリョウと俺とパパで一緒に暮らそうや。一緒に暮らす。そう、お前なんかと一緒に暮らせるか。俺はお母さんと降りたいんや。じゃあちゃんとやれや。簡単ちゃんとやるから。社長どう思います。オットセイドピーナッツ。儚い壁に